通信の誤報がね、ある種これ国際問題そうですねになりつつありまして、それで、あの生稲晃子、はい、元おにゃんこクラブですか、そうですね、生稲晃子外務政務官をめぐる靖国参拝の報道なんですよ。というのも、この生稲さんが2022年の8月15日、はい、終戦の日ですね、に靖国神社に参拝したと、で共同通信が報じた世界文化遺産佐渡金山の追悼式に、はい、その報道を受けて韓国側がこれ出席を見送ったっていう話なんですよ。で実際これ確認してみると、生稲さんは別に2022年靖国に参拝していないと、でこれどうなんだという、で林官房長官もこれは共同通信にね、抗議といいますか説明を求めるといったところ、これ誤報を素直に認めまして、外務省に共同通信社長水谷徹社長がね謝罪してしたということなんですよ。共同通信社として謝罪するとした上で、誤報によって混乱した地元の方々や日韓の多くの関係者に謝罪しますと述べた、原因を検証して再発防止策を内外に説明する考えも示したということなんですが、この、まあ、この新聞社と通信社は違うかもしれませんが、この誤報ってどういうふうにこう作られるんでしょうかね、これ誤報、はい、というかまずこれねお粗末すぎて、だいたい書いた記者がね、まあ、何部か知りませんけれども、自分で見たわけでもない、で即文ですよね、生稲さんが靖国神社に入ったのを見たというだけで記事にしてしまうっていうね、あまりにも軽率すぎる。で仮にそうだとしても、なんで直接ね事務所に一本電話入れるだけでね、そうそれ裏取り本人にね聞けばいい話じゃないですか、裏取りというところまでいかないレベルですよこれは、怖いでしょ普通ね、言ってなかったらって、なんで思わなかったのか、先入観があったんですかね、やっぱりね強かったのかなっていう感じはしますけど、そもそもほら詩人ですか公人ですかっていうね、バカみたいな質問繰り返してるじゃないですか、一緒だよっていう話でね、石原さんには一括されるやつですね、永久戦犯はどうのこうのって言ってるけれどもですね、まあ人様のよそ様にね、なんでそのあそこ行っちゃいけないここ行っちゃいけないって言われなきゃなんないんだと、私はね静かにね英霊に対してね、追悼の誠を捧げる場所だと思ってるんでね、行って当たり前だし、頭を下げて叱るべきだと思ってるんですけれども、それをね言ったから悪いだのなんだろうね、外交問題に発展しますっつってね昔から、こう言っちゃあれだけど朝日新聞とかそれこそ共同通信だって同じですよ、NHK もねみんなで寄ってたかってね、言ったら悪いみたいなことを繰り返して、これある意味向こうのプロパガンダに乗ってるようなもんでね、ご中心報道なんですね。プロパガンダに乗ってるというより日本側が作り出した感もあるじゃないですか。そうですね、というのも中曽根政権の時まで別に靖国参拝というのはね、首相の靖国参拝特に問題視されていなかったけれども、まあ、朝日新聞をはじめ日本のメディアが、中国様韓国様、日本はこんな永久戦犯が防止されている神社に参拝してますよ、これ問題じゃないですかと言い続けた結果、あっちがじゃあこれ外交カードに使えるねということで使い始めて何十年も経っているという現状なんです。そうだから聞いてくださいって、また閣僚が参拝しましたよ、首相が行きましたよって言ってね、ご中心するわけですね。だからこれね、今まで反応してなかった中国も韓国もね、韓国だって別に戦争してるわけでもないんでね、いかがなものかと思うんですけれども、反応せざるを得なくなってくるわけですね。だから振り上げた拳っていうのはこれね、下ろしようがなくなって、で一緒になってね、日本政府というか閣僚政権を批判するっていう、そういう構図がね出来上がってしまっていたんですね。そのね地金がね今回出たって感じですよね。共同通信によって。そうですね。でこれ共同通信自身が誤報っていうまずそもそも問題がありますし、プラスさっき、おっしゃったようにね、靖国神社は参拝して何が悪いんだっていう別の問題もありますし、だからある種、まあ、共同通信は靖国参拝イコール悪という前提でこういう報道をねやったら、もちろんこう自民党生稲さんも攻撃できるし、そうですね、さらにこう日韓もこじれて、まあ、いいじゃないかという発想なんでしょうが、共同通信ってなんか最近だいぶこう多い気がするんですよ。そうですね、はい、やらかしが、だから記憶に新しいところでは、沖縄県議選ですかね、この時もね、誤報を打ちましたよね、で謝罪するっていうそういうことがありました、雑なんですね。なんだろう、普通通信社っていうとね、しっかり基礎基本、まあ新聞社も同じなんですけどね、教育訓練受けてるはずなんですけれどもね、共同通信といえば最近だと朝日毎日よりひどいなというのが、杉田水脈さんをめぐる報道、杉田水脈さんがなんかどっか、会合で何か発言するために、ツイッターを更新するために、こういうまたヘイトスピーチを杉田が知らせていましたので、逐一、まあ、言っても、だから杉田さんが政務官の時代とかだったら、まだしも、本当、一国会議員
なのに、うん、なのにいちいちその一挙手一投足をね、うん、言葉尻を取られて、うん、上げ足を取ろうとするんですよ。それ報道じゃないですよ。ストーキングみたいな。そうですね。粘着質なね、これなんか左派がやるようなあのやり口ですよね、うん、だからなんだって話ですよ、道路の活動家なんだって話ですね、だからその杉田さんに関しては、うん、アイヌをめぐる問題の発言が取り上げられがちなんですけど、うん、法務局 の、 あの人権侵犯の話もね、うん、相当しつこく取り上げてましたけど、うん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 、そのあたりもやっぱり活動家とつながって、うん、内部でそういう実際申し立てを行っている活動家とつながってるとしか思えないというか、うん、それじゃないと手に入らないような情報をバンバン最初に出してくるんで、共同通信が、うん、だからそのあたりとの、だって私あの日本共産党も知り合いいますけれども、隠れ共産党員なんかいっぱいいますよって言ってますよ、うん、あのここではねやっぱりあのじゃあ誰だってなると私手元に確たる資料がないから、これはどこの新聞社ですとは言えませんけれども、その党のもう幹部に近い人がそういうふうに言ってるんでね、うん、これ結構いるんですよ、でそれをね後期ですよ、共同通信社、うん、まあ、新聞もそうですけれども、それを使ってね、あの個人のねあの憂さを晴らすような形の活動ですよね、うん、それはね許されないと思いますよ、でその共同通信社、この通信社っていう名前はですね、うん、やっぱり共同時事っていうのはやっぱ、うん、朝日毎日東京新聞はまあ、左に偏っていて、うん、例えばまあ読売は一般的にはまあ中道とされていて、うん、で産経は結構保守的な論調が出ますけど、ね、通信社っていうのはなんかすごく無色透明といいますか、いや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 っていうイメージを、ね、共同通信は今私の印象だとですね、結構朝日新聞とどっこいどっこいに左側ですよね、朝日よりもひどい時はある意味ステルス、ステルス左派新聞っていうかね、リベラル新聞って感じでね、ですけど騙されてるね方多いんですよ、うん、通信社ってなんかこう中立な感じがするんですよね、いや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 、あの野球のスコアとかねやってる分にはね、うわこれは客観的だなっていうのはね評価できるんですけれどもね、ちょっとねバイアスかけすぎてる記事っていうのは感じますね、うん、そもそもですけども通信社で共同はその地方紙にね、うん、こう配信してるわけじゃないですか、うん、でその情報共同の情報から、うん、町各地方紙が、うん、ある種全国版のねニュースとかは扱うところがあるんで、これ実は、ね、影響力はわでかいですよ、めちゃくちゃでかいですよ、あの共同通信社、時事通信社はね、うん、あの紙こそも自前の紙こそ持ってませんけれども、うん、影響力ででかいですよ、だって隠れ、まあ、400万部なんてね、うん、昔言われてましたけれども、今そのぐらいあるんですかね、わかりません、うん、地方紙は大体ね共同通信社の記事をね、使ってます、うん、地方紙どころかこの問題ではね、産経新聞だってね、うん、生稲さんが言ったっていうね、靖国参拝したという共同通信の記事そのまま使ってしまって、うん、まあ、その産経らしくちゃんとねそれも事実はあの報道してましたけれども、全国紙だってね、結構利用してるんですよ、うん、特に地方紙ですよね、ブロック紙だってそうですよ、だってあの地方紙なんかもなかなかね東京にはね、人員記者の人員避けないんでね、結局共同通信とか時事通信に頼らざるを得ないところがあるんですよね、400万部ですよ、うん、で今このタイミングというのがその兵庫県知事選の後、このオールドメディア、新聞テレビ、まあ、そこに今通信社も入るでしょうけれども、そこの報道姿勢ってどうなんだっていう、でそれ反発起こって、である種、まあ、立憲民主党の某議員なんかは、まあ、SNS をね、規制した方がいいんじゃないか、まあ、これはメディアのいわゆる指揮者の方も、そういう危険なことを言ってたりしますけれども、そう、その中でだいぶこのオールドメディアに懐疑的な目が向いている中のこういう誤報、明らかな誤報っていうのは、まあ、共同通信にとっては、ね、痛いかもしれませんし、でも我々にね、信用しちゃいけませんよというのをね、共同通信社は教えてくれてるのかなって私は思いますけれども ね、だから皆さん信用してはいけない、まあ、疑ってかかれよという話ですよね、しかもこれ韓国側にね、外交カードとして使われていいように利用されてしまったっていうのは、これはね国益を損ね、国益を損ねる報道になってるわけですから、報道というか誤報になってるわけですから、普通だったらね、まあ、せいぜい編集局長が出てきて謝る話が、これは外交問題になっちゃったんでね、社長出てきましたね、これ大変ですよ、やっちまったって感じですね。やっちまったって感じですよね。生稲さんも、ある種、この報道を受けて、もう安くに堂々と参拝して、何が問題なんですかって言ったら、好感度はね、爆上がりなんですけど。そうですね、はい、で。そもそもね、これ生稲さん行こうか行く前がね、韓国はね、人出すつもりなかったんですよ。いい、きっかけができたと、利用させていただきますって感じでね、美味しい材料が転がってきたっていうんでね、これで行かないなんていう話で生稲さんのことをね、利用したんだと思いますよ、これ、片棒担いじゃったんですよ、共同通信社が、韓国の、ですね、ケチがつきましたね、佐渡金山、ということで、非常に国益を、はい、そこで続ける共同通信社、社長
辞任するのかしないのか分かりませんが、うん、はい、そのあたり共同通信者ね、しっかりしていただきたいと思います、はい、引き続きね注視していきたいと思います。ありがとうございました。はい。